島の北西部、奈良和から出発、途中3駅に停車し、300マス東の飛鳥を目指します。藤井寺に到着、西からの2系統を東への2系統に束ね直す北西の羽生駅です。南海岸本線と合流します。真ん中の2線は新鮮用地ですが、相当年数放置されています。気力不足とも言います。浮羽に到着、南海岸本線からの合流待ちでしばらく停車します。お待たせしました。発車します。東行きは飛鳥行きが混雑するため増発していますが、直通系統が多いため線路容量的にそろそろ限界です。早く高速線を敷いて運賃分離したいです。大空に到着、浮羽島内最後の停車駅です。ここから橋を渡って立ち洗い島を目指します。急行と並走、急行は途中の洞爺湖にも停車します。しばらく暇なので立ち洗い島内事情をご紹介。立ち洗い島内の南北本線は絶賛改良工事中です。北側の島にも路線を伸ばそうと目論んでいるため、準備工事も共に行う予定で用地も確保してあります。長らくのご乗車お疲れ様でした。終着、飛鳥に到着です。この先立ち洗い方面はお乗り換えください。ご乗車ありがとうございました。またのご乗車をお待ちしております。